お見せしましょう。左左と来たら、ね、ローフェード。見てください、この低いヒーロー。高いよ。おー、いいんじゃない、ちょっと薄いか、ゴッ、あー右跳ねた、あーあーなんかすげえ嫌なライ斜面キックするんじゃない、あー戻ってきた、あ池入った、池入った、あ止まった、なんか止まったようだよ、浮き輪の前ぐらい止まったっぽいっすね、変なところに、あ、なんか池ギリギリのところ、奇跡的なところに止まってるっぽい、赤食い中にあるな、多分7番パフォー405、今1アンダー、トゥデイ1アンダー、満体です、満体ですよ、風が多分8から10メーターずっと吹いてる感じですね、いやこれ風なかったらとんでもねえことになってますよ、ね、そうでもないですか、 あんまりこう逆に的には、あ、そうなん、気分的にはだいぶ違うんですけど、ああそんなに変わんなかったりすることが多いですよね、そうなんだ、不思議と、もういけますかね、じゃあ右からの横、うん、これって結構木の上に打つやつですよね、まあでもあのそこの枯れ木の上ぐらい、枯れ木のほんとちょい左でもいいぐらい、うん、まあでもこの風だったら枯れ木の上の方がいいかもしれない、うん、そんな右じゃなくても、そんな右じゃなくていい、うわー、ナイスショー、完璧だ、気持ちよく、あれバンパーの上行った、気持ちいい、はい、フェアウェイっぽい、ナイス、やっぱフェアウェイっすよ、土屋さん、時代は、時代はおー、完璧、完璧、ど真ん中、ど真ん中、行きました、友さんがもう安ゴール来てくんなくなっちゃうから、お願いしますよ。ちゃんとパーパーパーでね、集中集中。おー、左流れる、あれどこまで行くんだ。あ、意外とだ。大丈夫、うん、オッケーオッケーオッケー。非常に遠いですね。うん。かといってめっちゃカットで突っ込むと、あの最初に出たこう右のバーッていうのがいっちゃうからね、あれだから、あの2番であれ出てから本当に、うん、くれなくなってるよね、あの捕ま抜けるの嫌がってますね、うん、そうやって考えると前半ドライバー結構健闘しましたね、そうっすね、寒風の中、いやさ、でもここまで荒れるのはあんまり僕もなくなってきてたんですけど、ちょっとプレッシャーで、プレッシャーで振り抜けてないっすよね、うん、あと僕のローフェードっていうあの独り言をやられてる感じはローフェード打ちたくなっちゃったんですよね、独り言だったんですよ、いや、やっぱああやって上手い人は揺さぶるんですね揺さぶってないけど心を揺さぶるんですよ、俺が勝手に揺さぶられてただけですとも言う90の大上げこの上げやばいね、20度の U でこの上げだったら次のショートマンフォローだね、これ、そうっすね、止まんねえ、ありえないぐらいフォローじゃん、ふぅ、 OK、190ヤードアゲンスト20度のユーティリティで、はい、おっと落ちてくんじゃない、わー落ちて落ちて落ちて、止まったか、1インチ上げなんで8番、はい、この風は8番じゃなきゃ、右からなんだけどな、信じれないんだよな、ここ左から切ってるから、うわどうだ、良さそうだけど、ナイス、ナイス、同じく120ぐらい、はい、カッコつけて9番アイアンで打とうと思ったんですけど、はい、サイさんが8でビタッといったんで、はい、うん、じゃあ安心して僕は8で打ちます、はい、風
ちょっとまあセンターぐらいですかね。そうです。でもあれ尾根でなんか左に来るんじゃなかったでしたっけ。なるほど。めちゃくちゃ覚えてらっしゃいますね、本当に。いやいや、ちょっと右出せなかったですね。60ちょいか。61ヤード、はい、58度で、はい、風を感じないな、マジで。うん、上げだよ、絶対上げ。あー、ちょっとあれ落ちんなよ。まあ大丈夫だと思う。結構20ヤードぐらいあるかな。こう登ってこっから下りぐらいあるかな。ありますね。上り下りスライス、スライスアゲンスト。はい、さあ、おー、ナイス。いやー、まず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 っすよ。ラインは合ってた。うん、8メーターパーパット。はい。いやでもあそこまでは切れないと、ここからだと。うん、まあ風次第もあるよ。ちょっと大きいね。うん、切れた印象かな。そうっすよね。うん、抜けたか。あー、オッケー、ラスボギーっす。狙ったとこ打てましたけど。はい、さあ、よいしょ。これはな、入れたい頃、これ欲しいっすね。じゃあ僕バーディーパット、はい、3、4本。うわ、ナイス。ありがとうございます。ナイスバディー。あらす、なんか激しいね、後半。いや、いつもですね、こんな感じ。キムトモさんの微妙ですね、激アツパーパット。激アツ、これ、これ激アツだな。あんないいドライバー打ってボギーは嫌ですよね。スライスあんのかな。スライス風、まっすぐかな。よし、左打ち、しっかり。ナイス。ありがとうございます。いやー、さすがっす。ナイスパー。ありがとうございます。後半ノーボギーですか。後半ノーボギーですね。ですね。3ボギー風の展開ですけど。毒やさついちゃうゴルフだよな、やっぱトーマルセント。パターかな、やっぱり。やっぱ距離感あるよね。距離感あるし、やっぱあとはアプローチも、で多分自分本人、トーマルさん本人がミスるっていう感覚がないんだよね。絶対なんかもうワンチャン入れてやるっていう、そう、悪くて、そう、まあベタピンみたいな。俺らはあれちょっとなんかここちゃっくりゾーンだな、まあ、寄ったらいいなとかって、そういうのもない。まああるっちゃあるけど、でも成功のイメージしかない。8番パー3、223。あ、フォローなんで、うん、一応まあ実測199ですけど、うん、まあ、ちょっとね、 T1 センチぐらいアップして、うん、少し高い球でいこうかなと。うまくいけば、開いたわ。まあボールは右だけいかないように。おお。いや、手前か。これじゃさすがにいかない。ああ、手前だ。うん。おー、落ちてきちゃった。あ、嘘。まあまあ。あのバンカーのちょっと先ぐらいですね。はい、ちょっとフェードめすか。そうですね、もうちょっとハイボールを狙って、はい、なるほど、センター止まったらラッキー。奥まで行っても OK。
お、ちょっとダフったね。飛んでない。手前か。うん、あー手前だ。こう手前。ほぼ20度の U で。あー右だけどもあっちはいいんじゃない別に。あーバンカー方向だ。あバンカー、あー行っちゃったね。いやーこれパーの期待度 20% ぐらいだな。あそこ5回に1回ぐらい、ね、5回に1回ぐらいしか引けないですね。寄せワンじゃなくて寄らないワンを取らなきゃダメだね。そうですね。4メートルを必死に入れる。28ヤード。はい。62で。前。ああまあでもうん。あでも。あナイスナイス。ワンピンない。ナイス。クッション食らっちゃった。食らってましたね。あとマーさんも同じぐらい58。遠目から見てどれぐらいボールがあるか見て。とりあえず上に打ちますか。はい。どれぐらい上に打つか。あーうまい。に 1.5。はい。33ヤード1キロで。おーやったよこれ。ビビッ。おーナイス。ナイス。バンパット。はい。5ヤード。はい。来た。おーい。ありがとうございます。ナイスパー。す。気合だね。気合のパー。すごいスナイチ取りましたね。確かに。スナイチさを。あ、飛び交うな。みんな何言ってるのか分かんないと思うんですね。あんインゴが飛び交うな。差はあるなこれ。差はあるね。でもパーパット、3メートル。切れないの嘘。入ってほしいね。いやー、これ入れたらスーパーセーブだね。1メーター、はい、ちょっと。うわー、つえー。おいし、ナイス。いやー、ナイス。満タイ。もう満タイっすね。いや、でも、もうアプローチがえぐかった。今日はいいですね。いつもいいんじゃないですか。あなんか開くのは、はい、結構好きというか、はいはいはい、あんまり変なミスが出ない感じはします、はいはいはい、逆にもう花道の、はい、真っ平の、はいはい、もう何もないみたいな、何もないやつが、なるほど、イメージ逆に出ない、はい、そういうのもあるんだ。9番パー5、508ヤード。さあ、なんとこのホール、上げております。上げ上げ。あの、ライトの、白っぽいライトのちょっと左ぐらい。うん。あんま右行かない方がいい。あいや、でも、行っても別に。あの、照明あるじゃないですか。うん、照明ちょい右ぐらいがベストじゃないですか。うん。OK ー。ああ、これ完璧だな。これ、ワンチャン下行きますね。あでも跳ねたか。やっぱさすがにこの風だと上的です。うん、まあ8課題かな。なかなかいい風だったね。いや、これは香ばしいっすね、この風。やべえ。あー、サビ。うわー、一回これやんだとき、ここでアドレス入ればやる。おー、攻めた。どうだ。ティーは当たってないと思うんですよ、ね、ナイス。ちょっとティー借りていいですか。いや、あれが下まで行けばいいんですけど、この風は行かないですね。あそこだとちょっと狙えないな。さあ、悔いのないティーショットを最後しましょうよ。はい。
もう行くんなら右行っちゃおう。オッケー。俺の頭の上飛んでいたティーが。本当だ。おお、フェアウェイ、フェアウェイ。トマーさん、お子さん生まれてあんまできなかった時期とかなかったですか、ラウンド？僕はあんま変わんないですね。あ、変わんないですか。はい、そっか、だからラウンドだと昼過ぎに帰れるから、あ、いいっすね。トレーニングは、はい、行く時間がちょっと少なくて、ああ、なるほど。なりともしましたね。あと練習場もやっぱり行く時間がちょっとなくなったから、まあまあ、ね、ラウンド行った時に、はい、なんかいい、なんとなくなんとなくそうか、トレーニングも結構されてるんですか。一時ちょっと、まあ、やんなきゃなと思って、あの、嫌いなんですけど。ウェイト系ですか。そうですね。から250-260だと思いますが、刻みます。はい、今カートがある、カート道の方に20度のユーティリティで、はい、もうライン出しみたいな感じで、はい、左カート道路の方に打っちゃっても、あ、そうっすね、そうっすね、より長く使う。まさにカート道路の方に打つイメージでいきます。はい、20度のユーティリティで、開けがえぐいな、これ本当に。これ手前で落ちるんじゃない。あ、落ちます。下、あ、全然大丈夫。あ、いいとこじゃん。ガス、やばい。これもカート道路だよな。うん、ナイス。なんかすっごいゆっくり行きましたね。ありがとうございます。ナイスです。てかよくそれ着て打てますね。はい、結構なので、はあ、斜掛けで。あ、なるほどなるほど。もうこことここで打ちました。なるほど。ゆっくり飛んで。すっごいゆっくり飛んで。僕もまだ残り240ぐらいありますけど、はい、5番で刻みます。はい、カート道走行。あー、オッケーオッケーオッケー。左ベース面が全く分かんなくなっちゃうもんな。鼻水が垂れてくるぐらい寒いね、これ。気温は9度ぐらいだけど、これ体感3度ぐらいだもんな。氷点下ある、ね、氷点下ありますよ。だって1メーターにつき1度体感下がるんで。あ、そう、今日だから7メートルだから 7度下がるってこと。で、気温も7度ぐらいでしょ。0度じゃん。0度ですよ今日体感。やばいっす。よくやってますね。よくやってますね。いや、その中ではアンダーすげえっす。すごい、マジで。寄せワンがよく取れてますかね。いや、ほぼ、けど ほぼパーオンですね。みんな、そうですね。意外と乗ったかな。うん、だから外れても、後半外れても後半2、3回やったぐらいです、ね。うん、リカバリー 100% じゃないですか。日陰がないので。あ、奥に変なとこ行かなかった。なるほど。日陰トラウマになってます。95ぐらい。90ですね。90、5-2 で、上げてますよね。上げてる、絶対上げてる。ここ風感じないけど、上げてる。まあ、ピンの左の方がいいよ。ここにやや雑魚玉で、うん、右多分3ヤードぐらいしかないからね、あそこ。5、5。おー、行った行った。おー、いいんじゃない。最後よし締めれるんじゃない。やるぞ。ランピンぐらいじゃない。いや、俺 P で打とうかなと思ってたんですけど、旗こっちだな。え、まあでも抜けてるか、ここ。うん、いや、僕101ヤード、はい、5-2でいきます。あ、ピンの左。おお、めでとうございます。うわ、ナイス。あ、これちょっとでかいかもな。あ、いや、でも手前、うん、手前バウンドしました。ちょっと待って、81ヤードだって、うん、サイさんの方が楽にいったってことは上げではないのか。うん、
80ヤード。集中どころらしい。そうですね、最後。うん、もう一発。じゃあちょっとドロップを。はい、大体です。ニアですから、はい。いいところに。いいところに。ちょっと静か。チーチー。58で、はい、どう、あ、上は行った、行け、あれダメ、あ、止まった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 、ナイス、あ、危ない、あれ手前だったら落ちてきちゃった、うん、あ、じゃあ先にバーディートライ行きます、はい、おー、来てる来てる、来てる、くー、やっぱり OK です、なんだ、やりきったやりきりましたね、ありがとうございます、4ヤード、はい、バーディーパット、はい、さあ、いや、スラだと思うよ、ちょっと、うん、明日へ繋がるバーディートライ、よし、来た、あー、悔いしかないよ、悔いしか出ないのかよ、OK、 ナイスパー、ありがとうございます、入れたい頃ですね、入れたい頃ですね、2.5m、 あー、これを入れないとグレオックス出禁になっちゃうな、あ、引っ込むね、そうっすね、しょうがないですね、もうね、グレン出禁は、うん、スラあるんですか、スラちょっと見ますね、うん、左縁に打てれば、あー、おー、出禁になっちゃった、グレオックス出禁になって、これ外したら引退だ、これ外しは引退ですね、うん、ああ、よかった、よかった、現役続行、ギリ続行、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ということで、後ほどエンディングを撮らせていただきます、はい、ありがとうございます、お疲れでした、お疲れでした、お疲れでした、いやー、叶わなかったな、やっぱ今日も、いやー、何ですか、この皆さん疲れた疲労感は、でしたね、大変で、やりきった、まあまあ、なんとかやりきりましたよ、まあちょっと僕はね、もうリベンジというかね、また一緒にちょっと回っていただきたいなっていう思いがあるだけでございますけど、うん、どうでしたか、まあ、でもさすがの1アンダー、いやー、いや、今日はそうですね、すごいです、このコンディションで、自分ではまあパープレーを目標にしてやってたんですけど、はい、何せね、途中あの風と日陰の氷と、そうそうっすね、っていうアクシデントがありつつですからね、あと一番嬉しいのが今日も新年早々、一番嬉しくないじゃないですか、常に意識してるところから、さすがっすね、どうでしたかね、いやー、もういつも通りの、やっぱりね、あのオーバーパウスを見たことないのよ、本当に、そうなんだ、多分1回か2回ぐらいかな、いや、ここでこの風でアンダーは、うん、なかなか、いや、プロでもなかなか、いや、難しいよ、だから本当に相当調子いい人がまあ撮ってくるんじゃないのかな、すごいよ、撮影でね、しかも、そう、しかも撮影で、緊張した、いや、全然お首にも見えなかったですけど、すげえドキドキしてる、ちょっと今回ね、ご紹介できなかったんですけど、クラブセッティングとか、いろいろこうプレーの考え方とかも意外とね、こうアマチュアがすごく参考になりそうな、こういろんなこう考え方をお持ちだったりするんで、またね、ちょっとそういう意味でもぜひ
ちょっと今回は、本当ね、プレーをなんとか、こなすことで精一杯だったんですけど、怪我なくね。怪我なく、だったんですけど、ちょっとまたね、次回ゆっくり、来ていただければと思いますので。そうですね。はい。ありがとうございます。いや、本当ね、楽しかったんですけどね。ちょっともう、本当僕は、ちょっと練習しようと思いました。はい。ということで、はい、オープニングでも言ったんですけどね、キムトモさんの、インスタグラムが、つい先日、立ち上げられたということで、ぜひね、フォローして、まあ、なんかこの動画を見て、その、トモハルさんのレッスンを受けたいっていう方は、まあ、インスタ DM のあれ、うん、設定があるんですよ。非常にね、多くのお客様を抱えられて、いやそんなことないです。すごい方なんで、ぜひ、いや、本当に受けたいっていう方は、お早めにね、言っていただいた方がいいと思いますのでね。はい。ということで、はい。ちょっと名残惜しくはありますが、はい、今回キムトンプロを迎えての、ラウンドということで楽しく回らせていただきまして、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ということでこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますのでぜひフォローお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、はい。